ワクチン輸送で限界体制日本政府。先日、ワクチン担当の河野大臣が記者会見にて、ワクチンの輸送について、テロから妨害行為まで、いろいろなことが起こり得る。取材、報道を控えてもらえると非常にありがたいと表明しました。また本日、加藤官房長官が記者会見にて、安全性の観点から、 不足の事態も考えられる、円滑な接種の実施のために配慮、協力をお願いしたいと表明いたしました。現状、海外では反ワクチンの過激派がワクチン工場などに対してすでにテロを行っており、また国内においてもコロナは風邪などと主張する集団が逮捕されるなど物騒な事態も発生しておりますので、 日本政府にはワクチンの製造、輸送、接種の現場に警察官を配置するなど万全の対策を講じていただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。